はい、皆さんこんにちは、坂木篤でございます。日曜日のね、まったりとした午後を過ごしております。本当にまったりしてますね。なんか眠たくなりそうな感じで、眠たくなってきたのかな。昼寝できたら最高ですね。これ撮ったら昼寝しようと思ってできたらいいんですけどね。ということでございまして、日曜らしい話題をですね、株価でございます。なんとかね、金曜日は3万円を回復して終わりましたね。株価3万円台なんていうのはですね、1990年以来だそうでございまして、な、30年ぶりということですね。私の世代はですね、株価が2万円ぐらいからですね、2万円台ぐらいから、いや1万円台やったかな、1万円台からわーっと3万8915円ですか、45円だったかな、忘れましたけど、1989年の大納会でつけた最高値まで上がるのを見ていました。私はその時まだサラリーマンでしたね、1989年の時に。で、開けた時にガタンと下がって、1990年に下がって、そこからバブル崩壊へジャン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 と言ってたんですね。1990年時点で私まだ27歳、1990年正月が明けた時27歳でございまして、でその1月末に私はサラリーマンを辞めました。それ以来サラリーマンやってません。そこから何年ですかね、1990年からですから31年間ですかが経過をいたしました。その間7000円台6000円台もありましたかね、株価って。もうどうなってんやろうと思いましたけど、30年ぶりに3万円台に戻りました。で、おお戻ったかという感じですけども、まあ日経平均ですからね、日経平均っていうのは30年前と今とですね、もうかなり違う。31年前と今でいけばもう7割8割入れ替わってるんちゃいますかね、銘柄が。だから本当は違うという人もいます。トピックスで見ろという人もいますけども、まあまあ同じ基準ってのはないんですよ。そんなもん経済が30年前と今とちゃうんですから。で、まあ一応でも節目の3万円を超えて、で、景気はどうなってんのかと言いますとですね、あんまりそんな感じはしませんね。で、私の周りは悪くないですよ、全然。全然悪くないですよ。苦しんでるというのは、飲食店を経営してる連中だけで。飲食店経営してる連中も今、1日6万円もろってほっこりしてるんちゃいますかね。なんか昨日おしゃべってたら、東京都からも出るから10万円ぐらいもらえちゃうかとか言ってますよね、1日にね。やん、僕も欲しいわ、それ。と僕はそう思うんですけど、で、悲そうな顔してるやつっていないですね、私の周り。いませんけども、儲かってるでーって言うてる連中はほんの一部いますね、不動産連中で。ほんの一部ですけど。で、悪くなってる感じもしませんけど、良くなってる感じもしませんし、この先どうなるかっていうと、ちっともそんな感じしないんですね、実は。コロナバブルももう終わりました、ね、菅さん、お金ばらまく気ないみたいですからね。そうすると今年はどうなるんやという感じですね。不動産業界もですね、今年に入ってというか2月に入ってちょっと止まってるような感じがしないでもないんですね、動きが。で、まあ、実需方面、中堅所得層以下の実需方面はもう惨憺たる様子でございました。郊外の新築マンション売れてません。郊外中古マンション動きません。もう一部この辺のこのあれですよ、中古とか新築の勝ち時のあのね、タワーマンションを建つとか、あんなんがちょろちょろちょろ動いて、あれまたね、特殊なあのマーケットを形成してますから、あの勝ち時のタワーをね、あの駅の不動産屋さんたち話してて、あの先生こうだんって言うし、よう買うわあれみたいな、好きやねんなっていうか、あのさっきも喋りましたけど、なんていうかこう、欲しい人は欲しいんですよ。で、たまさか欲しいとかお金持ってると買うてしまうんですよ、ああいうマンション。ああ先生いくつ持ってるやんって、あっち持ってこっち持ってどうすんのこれみたいな。やっぱり買いたい買いたいっていう人は買うんですよ、ああいうマンションね。だからそれで回ってるようなところがあるんですけど、あの年収500万から700万ぐらいのまあ普通のサラリーマン
は全然業ないわけですよ。まあ業種にもよりますけど、あんまり業ない人が多いわけでして、そこからですね、人倍が出てきてますね、現にね。で昨日も言ってたんですけど、人倍なんて絶対言いませんよね。ああ、絶対言いません、言いません。なんか人倍っぽいね、物件も出てきてますね。だからね、まあ、刑事回復って言われますけど、あの富裕層はこう回復して、あかん人はあかん。なんかそれがコロナでさらに激しくなりそうな気がしますね。で、マンション業界はもうここ10年以上ですね、都心偏重になってきまして、郊外の大きなマンションっていうのは昔は業者あったんですけどね、15、6年前は。今でもあるんですけども、そんなにその主戦場ではなくなってですね、主戦場、新築マンション開発の主戦場はもうほぼ、あれですね、都心ですね。まあまあ、行っても23区ですね。それ以外でもやってますけども、あんまり調子よく売れたなんていう物件がもうありません。もう、千葉、埼玉のですね、その、新築マンションのちょっと郊外の大きいやつもですね、軒並み販売不振。大阪もっとひどいですよ。大阪の郊外むちゃくちゃですよ、ほんまに。あれ大丈夫なのかなというぐらいにむちゃくちゃなんですけどね。まあまあ、それはいいとして。3万円に、上がりましたけどね、日経平均。でもそれは本当に余った金がね、そっちへ流れてるとしか思えないですね。で、先週は日銀介入なかったですね、ETF。ああ、やったかなと。先週金曜日なんか入ってきたんかなと思ったら入ってないようですね、どうもね。でもまあ買う人がいるから上がるっていう現実はあるわけであって。で、景気はね、だから悪くなってるようななってないようなっていう。あ、だからもう分かれてるんですよ、もうはっきりと。年収500万未満の人って完全景気悪くなってるんですよね。で、それ以外の1000万ぐらいの連中って全然平気なんですよ。だからね、株価は半年先の景気を反映すると言うてますけど、ちょっと最近別口で動いてるんちゃうかと。もうビットコインみたいになってますね、なんかね。上がるから上がるみたいな。そこに理屈は立たへんわけですよ。ただしですね、その、指標を見ますと、日経平均の PER ってそんなに高くないんですよ。まだ26とかそんなんなんですね。26ぐらいやったら、まあ、確かにね、20ぐらいが標準やという、あの健康体やと、正常な値やという人いますんで、それを思えば若干高いんですけども、バブルの時70ぐらいいってましたからね、ほんまに信じられへんですけどね。あの私はね、25やそこらでは別に普通やと思うんですよ。だから今まで、下がりすぎてたんちゃうかという感じがします。で、気になるのはアメリカの長期金利が今上がってます。1.5 とか来てるんですよ。大丈夫かなと思いますよね。いや、いいんですよ。1.5 ぐらいが本来正常なというかね、望ましい低金利だと思うんですね、1.5 で。でも今までゼロに近かったんで、ややですね、来たかなと、上がった、来たかなという感じはします。で、日本はまだゼロに張り付いたままなんですね。で、アメリカの金利が上がるということは、本来、円安にならなあかんのですけども、もう最近そういうセオリーがね、通じない。まるっきり通じない。お金がドルに行くかとそうでもないわけですね。円にも来てるわけですよ。今、人の行き来がないのに、日本のビルを外国資本が買ったりしてるわけでして、どうやって買うてんやろみたいな。まあ、人の行き来ね、ほとんどない。ないんですけども、まあまあ、リモートで何百億何千億って動かしてある人もいるという、ものすごい現実ですね、これね。で、今後どうなるんやって言われて、分からへんわ、そんな、もう日経平均なんて専門外やもん、と思いますよ。不動産のことだったらある程度ね、言わなあかん立場にいるんですけど、不動産も上がってますよ、都心は。微妙に上がってますよ。で、都心のマンションは、まあ、好調とは言いませんけども、まあ、一番貸し時とかあれへん好調ですよ。でも、いい物件さえ開発できれば、それ売れる雰囲気は十分今あります。不況感ゼロです。はっきり言うて。はっきり言うて、富裕層連中の不況感ゼロですからね。どころかバブってますからね。
お金あんねえ、なんかえぼけないかみたいな、そんな雰囲気ですからね。いやー、でこれもちょっとバブルが進むという人もいるんですけど、どうでしょうね。僕今年が踊り場でこっから下がっていくんじゃないかなと思うんですけどね。去年コロナバブルが起こってですね、58兆円ですか、まあ、水投入されて、まあ、その余韻ですよ今、余韻はっきり言うて。で今年もやらへんわけでしょ。そしたらまあこの先、今年の後半から、今踊り場でこうなってて、今年の後半からこうなるんちゃうかなと。不動産はね、株は知りません株は知りませんけども、株と不動産がね、こう株上がってて不動産下がってるの、そういうことないんですよ今まで私の経験上。不動産が下がってるっていうことは、株もある程度までいったら止まるんちゃうんかなという気はしますけどね。まあ、その辺はよう分かりませんという、すみません、無責任な話で。はい、皆さんどうもありがとうございました。